オブマイナス40はイタリアのオートメラーラとフィアットが輸出向けに開発した主力戦車である。1977年、オートメラーラ社とフィアット社は輸出向けの独自開発戦車の開発を開始した。戦車の車体の大半はすでにイタリア陸軍向けにオートメラーラ社がライセンス生産していたレオパルト1のパーツを流用することで開発コストや 期間を大幅に短縮することができ、1980年には試作車が完成し、オートメラーラ車とフィアット車の頭文字、o、OF と40トン級の戦車であることから、オブマイナス40と命名された。車体は、レオパルト1、特に 1A4 から流用されたパーツを多く用いており、外観モル似したものになっている。車体は溶接構造で、 全部右側に操縦室、左側に砲弾庫と NBC 防護装置を配置している。操縦席後方のテーには脱出用のハッチが設けられている。レオパルト1との識別点は、サイドスカートの円がジグザグ状ではなく直線になっていること、全部のキャタピラ多いと、車体全部が一体化している点などである。砲塔もレオパルト1から流用した溶接砲塔である。 操縦士以外の乗員は、全員砲塔内に登場し、砲塔右側に砲手と社長、左側に装天守が配置される。渡家能力もレオパルト1同様に備えており、シュノーケルを装備して、震度4メートルまでの川底を走行することができる。エンジンなどもレオパルト1からの流用で、エンジンは、ドイツのマトゥー社製、メガバイト838カムマイナス500、水冷ディーゼルエンジン。 変速機も ZF 製、トルクコンバータ付け優勢歯車付けのもので、レオパルト1に比べて重量が重くなった分、最高速度は遅くなったが、それでも時速 60km の路上最高速度を出すことができた。エンジンと変速機は一体となっており、クレーンと搭乗員と同じ4名だけで45分以内に交換できたのもレオパルト1と同様である。また、 自動消火装置も装備している。天輪もレオパルト1からの流用で、第1、3、7天輪にショックアブソーバーを備えているのもレオパルト1と同様である。車体や駆動系がレオパルト1からの直接流用が多いのに対し、オブマイナス40は、並走の強化に重点が置かれている。手法は、オートブレーダー製の52口径 105mm ライフル砲で、 レオパルト1など他の西側主力戦車で用いられていたロイヤル、オードナンス L7 に比べやや長くサーマルスリーブを装備している。もちろん、L7 等の他のナトー系 105mm ライフル砲と同じ砲弾を用いることができる。射撃統制装置はオフィチーネガリレオ射精 OG14LR を用いている。一方で、手砲のスタビライズは上下左右ともに オプションとなっている。砲弾は57発搭載し、15発は砲塔に、42発は車体全部の砲弾庫に搭載する。このほか、砲塔左右に4連装の発煙弾を装備し、7.62mm 機関銃を主砲同軸に1丁、装填手ハッチに1丁装備しているが、装填手ハッチの機関銃は 12.7mm 機関銃にも換装可能である。 機関銃弾は5700発を搭載できる。輸出向けに開発されたオブマイナス40だったが、オブマイナス40の販売は不調であった。初期型は1981年にアラブ首長国連邦が18両を採用しただけに終わりマーク2が開発されたが、それも1985年に UAE が18両を追加発注し、既存のマーク 一のアップデートを採用しただけであった。オートメラーラ社とフィアット社では1993年に 120mm 格好砲を装備したオブマイナス40、120を発表したが、これに至っては全く採用されず、ついにオブマイナス40の生産はわずか36両と3両の戦車回収車だけで終了した。しかし、オブマイナス40の車体を流用したパルマリア自走砲は、 リビアやナイジェリア等に200両以上採用されている。また、オートメラーラ社は、オブマイナス40の発表直後に、後に、イタリア陸軍の主力戦車となる C1 アリエテの開発を始めており、オブマイナス40の構造も参考にされたと、考えられる。ありがとうございます。